こんにちは、レルです。アスレチックコース、んアスレチックレース、障害物をうまく、読めなかったちょっとだけ難しめに作りました。コース説明よく読まれることをお勧めしますって書いてあったんですけど、読めなかったね。でもね、そんな長くなかったから。これはね、ディスコードでいただいたやつですね。多分こっちやんね。え、これスタート地点からさ降りてこられへん、こっち。お、危な。で、右と左は多分左右対称かな。はい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 。アスレチック、ちょっとキャラコンコース的な感じですかね。もうそのままこれあれやな。いけたな、トランポリン。はい。はい。ゴールは見えてますね。オッケーオッケー。これ、うはははは、お、いけた。待て待て待て。これね、一番、え？ん？あれは？あれ無理か？え？これ何？なんか新しいとこ来たぞ。あれはゴールやけど、届かなさそうですね。っていうことはこれが正規ルートかな？おー、なんかすごいね。え、なんて書いてあったっけ？もしかしてなんか、これのことに関して書いてあったかな？ゴールは目の前にあったんですけど、多分こっちに行けということでしょう。で、これはどこだ？あ、ダミーや、あのゴール。で、これがゴールだ。なるほど。いけるか。ほい。あ、嘘やろ。嘘やろ。これ難しいんよな。これマジでむずいよね。これ。避けれないよね、この太い棒。だから、もう最悪なんですけど。ちょっと待ってね。もうゴールできたものを。ほい。ほい。だからすぐに落ちた方がいい。落ちて、これなんか無理な気がすんな。まあもう一回もう一回。はい。オッケー。もう一回行きましょうか。同じルート。はい、はい。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 で、最後、ハンマーですね。ハンマーを決めないと、ゴールができない。こっちから行こうか。やばいわ。最後の挑戦になるかもしれない、これが。いや、最後の挑戦ですね、時間的に。最悪すぎる。っていうか、間に合う？やばいやばいやばい。行きます。OK！ ナイス！アフナスライダー。シルバーエッグさん。滑り台の妨害コースを作りたくて、軽く作ってみました。っていうことなんで。滑り台で、うわぁ、これ嫌い！うわぁ！このあれね、リンゴとか障害物が飛んでくる滑り台ね。で、これは乗って、ほい、あ、これあれか、また太いやつや。 OK、 ちょっとチェックポイント取りたいですね。ちょっと戻って、嘘やろ、また最初からやん、これ。マジか。はい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 。この太いやつね、さっきのがデジタル版やったんですけど、次は普通のやつですね。これ無理なんよね。そう、これね、どうしたものか、どういったらいいんやろね。多分、待て、普通にやばい。届く？ OK。 どれが一番早い？早いな。でもここでそこにジャンプダイブで乗ると、あー届かんわ、やばいな。ここにこう乗って、こっからはほい、これでいけるか。ナイス。ちょ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 
これよ。いけるか。お、うわ、今どこ踏んだかな。どっか外れなんすよね。でもここ乗ったら大丈夫。これ、いや、マジで、いや、これで落ちたくないよ。 OK。 え、てかこんな一つかける、かけさせることできんの、これ。これでここ乗って、最後は、うわー、これ嫌なやつやな。いや、マジか。うわー、こっからやん。だってやばい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 。どこ、まずどこをやったっけ俺。 OK。 これちょっと時間が足りないかもしれないですね、このまま行くと。バイバッカしてると。右の方を開けてみますか。一番左行ってない、真ん中と右、左1個左行ったから。え、ああ、え、これすごくない、一番右とか言ったら。あ、まあ、乗ったらいいんか。ユーズ・オブ・スタクレス、リオカイザーさん。難しいの作ったんですけど、レルさんなら余裕だと思います。おほ、ハンマー乗って、で、ここも乗るやつですね。ここも乗って、オッケーオッケー。で、プニボー。お、プニボーあたり来た。難しい。でもこれはちょっとジャンプ入れつつ低空でいったらいけそう。 OK だよね。これはなんだ、乗れる、もしかして。ん、回転の向きおかしくない、多分ここやね。ここ乗って、え、どうやってやんやろこれ、どういうことや。合ってるとも合ってるとも、ん、違うんかな。え、これどういうことやろ。待って、わかった。いや、これ絶対違う気がするけど、わかった、こうだ。違う気しかしないけど、こうやって言ったらいいんじゃない。違うかな。いや、これじゃないんか。待って、乗れるかな、ちゃんと。まず違うかも。何これ、どう言っていくん、こうか。いや、無理じゃない。何これ、これなんだ、やっぱりこれ。よいしょよいしょよいしょ。これが正解なんかな。ちょっとこれで行かせてもらいます。正解かわかんないですけど、でも斜めやったら乗りにくいね、すごい。これ何やろ、マジで。こういうことかな、あり得るとしたら。あの間に通って、ここに通って向こう側に行くとかじゃない。あ、これこれこれ、あ、これだ、多分。うん、多分これかな。なるほどね。よいしょ。で、こうですね。あ、いけたいけた。で、これはなんだ、これは多分ね、ここやったらね、加速するんですよね。でも、そういうこと。ジャンプしないとあかんかな。ジャンプ。OK。いけそうですね。なんか攻略ゲーやね、すごい。面白い。ギミックのあんな使い方とかね、やらないですもんね、普段はね、絶対に。OK。ありがとうございます。トルタさん、タツーマユって書いてますね。フォールガイズトライアスロンいう名前です。いろんなゲームの一部を取り入れました。ベルタンならめちゃくちゃ簡単ぐらいの難易度と思われます。トライアスロンってことなんで、まあ、トライアスロンあれですよね。マラソンとチャリンコと泳ぎをね、全部一気にやるやつなんですけど。あ、待て。これどういうことやろね。なんかのゲーム、いや、フォールガイズ内のゲームってことかな。エルさん、ゲーム、いろんなゲームの一部を取り入れましたってこと、多分そうですね。フォールガイズの一部かな。
これはスピンレースを取り入れたってことかな、多分やけど。で、こっからは大ファンってことかな。大ファンコースで、これは、あ、なるほどなるほど、これあれだ、フルーツパニックや。最初のはじゃあスピスラやったんかな。これがフルーツパニックっていうそのフォールガイズのコースの一部ですね、多分ね。ビッグポイントありがたい。これなんやろ最後、なんかあったっけ。わからん。ゴールですね、もう。これは普通にヒットパレードか。ナイス。タワーダッシュというやつですね。ターボレイスさん、ディスコードから拾ってきました。なんかね、外観がすごいんよ。なんか檻の中みたいなね。え、最初はどういくんやろ。最初したかな。いや違うな、これ多分違いますね、違いますね。こっちから、あ、なるほどなるほど、外出て、ほう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 、ちょっと難しそうやったんですよね、見た感じで。こっちの方が楽じゃない、時間はかかるけど。2つ行き方がありましたね。で、これは別にこっちでいいか、ミスらなさそうやから。え、なんかすごいね、アスレチックで中入っていって、ちょっと迷路になってます。ん、これは行き方ないか、届かんよね絶対に。ここは無理ですね、さすがに。んー、ここかな、ここっぽいですね。よっしゃ、ちょっとむずそう。ほいほい、あ、でも意外といける。で、上の階来ましたと。合ってるかな、これで。危ない。お、屋上来た。え、なんかすげえすげえ。これあれじゃない？なんていうの？鉄の建築中みたいな感じですね、多分。すごい。マンションですよ、確か。面白い。アート的な感じのコースやったんで、そしてちょっと難しいやつですね。ほい。ほい。うわぁ。しかも床が穴開いとる。え？それは止めるやつじゃないのか？ただの障害物か？隙間が開いてましたね、最後。なんでここで一回止まって、ほい。という感じで。OK。んで、こうやって前進んでいって、OK、危ない。結構進めましたね。だから長いですね、コース。なんじゃこりゃ。え、おー、すごい。お、すごい。なるほど。まだありそう。これで終わりかな？これで終わりっぽいですね。あ、まあ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 、意外と簡単なコースやったかもしれん。割と簡単やったかもしれんね。え、すげえ。なんじゃこりゃ。ジョージ・バロンさん。スリペリヘリ、なんちゃら。これね、なんかね、スクショで見たんですけど、すごいんですよ。カラフル、めっちゃカラフルで、なんか遊園地的な感じだと思うんですけど。アトラクションですね。え、やばくないそれか。え？これどこが正しいんやろ。まあなんかショートカットできそうですけどね、こういうとこから。これはどこに行くのが正しいんや。あそこですね。っていうことは？ん？合ってるこれ。ほい。あ、やばいっす。ん？どこで、ん？どういうことや？あそこに行くには？あ、風かな？え？パンチングもありますね。パンチングかな？風は、どうなんだ？いや、風ちょっと向きおかしいな。え、パンチングで行ける気しないんですけど、これ。
へえ、どうなんやろ。まあ、試してみますか。よいしょ。あ、でもパンチがいけそうやね。あ、いけるわ。なるほど。なんかショートカットしたらまずそうやけど。ショートカットしましたね。え？こういけばいいかな。うわぁ、ちょっと難しいか。ほい。え、ここが面白そうなんですよね。なにこれ。どうやってやるんですかい？この大ファン多分関係あると思うよね。大ファンって言わんか。まあ、プロペラ。見えんけど。全然見えんけど。こうか。見えん見えん見えん。それは見えんわ。あ、いや。意外とこれで合ってる？あ、これっぽくないですか？うん、来た来た来た。え、すげえ、なにこれ。なんじゃこりゃ。面白いな。え、意味わからん。待って待って待って、ギリいけない。これ面白いんやけど。どうやって見つけんのこれ。すごいな。オッケー。あらの？ほい。お、雲がありますね。そしてゴールっぽい。なんじゃこりゃ。ナイス。ラスト。オックルさん。魔法のトランペット。ID コップスノックスって書いてますね。シンプルで簡単なコースです。このポックルっていうのは多分僕が配信でめちゃくちゃ適当になんかあだ名つけてくださいみたいに言われてポックルって言ったやつやと思うんですけど未だにつけてくれてる。待って、待ってる？魔法のトランペットってコースやったよね。これはなんだ？あ、いや、そっち行ったらいいか。魔法の絨毯的な何かこれ。で、合ってる合ってる？いや、こっちじゃない気がする。あっちの方が良かったな。いや、ちょっと待って。あー。これちょっとちゃんといや、僕、なんで落ちたかっていうと、ちゃんと床選んでいった方がいいかもね、これ。で、ここ。で、ここですね。で、そこに届けばいいんやけど、届かなさそうやるから、こっち行ってから、こうかな。オッケーオッケー。これでスムーズに行けますね。チェックポイントかな。いいね。はい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 。で、こっち行って、こっち行って、よいしょ、よいしょ。なんじゃこりゃ。これでも滑っていかずにこうやったら楽やと思うよね。OK。はい。で、どうなってる？いけそういけそう。攻略方法を間違えてるかもしれないけど。ここら辺当たってないですね、風。ここら辺行って、って感じですかね。ありがとうございました。それでは今日はこれで終わります。バイバイ。